どうもこんにちは、クロネタです。今回もアームズ面々でランクマッチ行ってみたいと思います。さあお相手さんランク15、ちょっとダブルフリーザーで行ってみようか。アームズ、おっと危ねえ、いきなりかい。ほっほっ、いやスパーキーは怖えな。あっと、くうまい。あっと、うまいな、普通に、普通にうまい。あっと、それダメか、うまい、普通にうまい。危ねえ。オッケー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 、よしよしよし、よいしょ。あー普通に強いんだけど、いやあんまり喋れないかもしれない今回。よいしょ、ブロックが邪魔です。お、よし、ほっほっ、よし、止め、ちょっと残っちまったか。あ、これはお相手さんこの試合捨てたな。まあ必殺よし溜まってるしね、そこの判断の速さもやっぱ高ランク帯っていう感じかな。もう一回いきます、アーム、うおーダブルできたかよ、よし、くっ、わーっとー、うわー痛い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 、下ろしてくれーって、くっ、やるなー。あ、うそ、あーそれ当たんねえの、よし、あぶねえ、よしよしよし、ほっ、オッケー、置き攻めだ、よし、ほっ、溜まっちゃった、なんか動きを変えてきたな、誘ってるのか。よっ、よし、オッケー、ふう、ランク15に勝てた。いやこれは素直に嬉しいよ。いやあの結構危ういとこあったな、もっと練習しないとね。ララミン、さあ2戦目の相手はミサンゴ。あんまりミサンゴとはやったことがないんだよね。どうしよう、これでいく。アーム、ほっ、よし、ほっほっ、よし、いいよ。あでもミサンゴ A レーでガロできるから曲がるアームが良かったかな。ほっ、くっ、出が早い、よし、あう、そのタイミングがきついよな。で、でけえな、よし、そうか、スーパーマンなんだっけ、よし、いけるか、よし、オッケー、いや、完全に今ミサンゴのスーパーマンを忘れていた。そうだよな、赤いのをかぶるとそうなるんだっけ、忘れちゃうな。結構いい感じにいったからもう一回いってみよう。アーム、攻めんだよな、よいしょ、ほっ、よし、氷はめです。あー、ほあと、あーくそ、逆に上、ほっ、あーダメか、いやーやっちまった、今のは今のタイミングやっちまった、うまい、ふぅ、わお、やるなー、あくそ、おい、あいで、あう、ちょっとこの人は厳しいか、
あっ、よし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 、あぶね、あくそくう、やっちまった。いやうまいな、結構途中ミスったね操作。ちょっと待ってくれ、これだ、いやもう一回行こう、アーム、いや全くないよ、俺も意地があるからね、あう、よし、いけるか、よし、よいしょ、ほっ、ダメか、よし、あっ、よしよしよし、お、あ、オッケーオッケーオッケー、あっ、あー、くそ、いやうまいな、ほんと必殺ラッシュ使うタイミングがうまい、あっ、あ、うまい、うまいんじゃん、うまいんじゃん、よし、いけるか、オッケー、いやー結構苦戦してるよ今回、いやーそろそろほんと敵が強い人ばっかりマッチングするんじゃないの、やだなーこの後3攻めないとはめんめん。これは負けられないね。ちょっと何度か試してうまくいってないダブルヌンチャク戦法。まあ、ヒュンチャクだけどね。使ってみようか。アーム！吉と出るか、うい。いや、これ厳しいかもしんない。早速だけど。あーと、うまい！くぅ！近いです。よし、ほっほっ、よしよ、よし、ほっ、よいしょ、ほっ、あ、そこ狙ってくるか、よし、おっと、あー、くそ、ダメか、ぬー、よし、おい、おい、おい、ほっ、くっ、なかなかきついかな、あう、あー、うそーい、ダメだ、やっぱヒュンチャク、これダブルはダメなのかもしんないな、ちょっと待ってくれ、安定のこれでいきましょう。相手はどう来る？あん！あ、でもヒュンチャクは持ってきてよかったかもしんないな。ダブルギャラクシーか。よいしょ。ういほっ。あ、おい！移動する先に掴み出した？マジか。おっと、危ねえ、嘘、ガールできんの、よし、オッケー、よし、いやギャラクシー強い、よし、はい、オッケーやはりサンダーバンドが安定すんのかな、危ねえ、よっ、よし、よし、オッケー、これ右ヒュンチャクの方がいい感じがするな、ちょっと試しにね行ってみましょう、アーム、あれダブルグローブになってる、よし、いいよ、あぶね、うん、よしよしよし、ほっ、え、アウト、いやー俺結構隙を作っちゃってるな今回、
よいしょ、いただきますよ、はい、ほっほっほっよっ、あった、つかみか、しまった、うまいなこの人つかむの、いけるか、いやーダメか、ほっほっ、よいしょ、オッケー、あぶね、ほっ、あっと、それはきつい、あくー、嫌なタイミングで必殺らしたまるね、あっと、やばい、ほっ、よし、オッケー、危なかった、はい、というわけで今回ここまで、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。